ほら、せっかく夏休みなんだからそんな浮かない顔してないでさ。いや、心霊スポット行きたいわけじゃねえし。あ、くじ引きで家でゲームをつけてたらな。ちょうど蒸し暑いし、エアコン壊れたしひんやりできていいと思わない？まあ、確かにこの時期だしちょっと怖いっていうのもわかるけど、いつでも怖いよ。大丈夫だよ、心霊スポットっていうよりただ都市伝説試すだけだから。それを動画にできたらチャンネル登録者数増えそうじゃない？迷惑系扱いされて炎上だろ。ま、今更ごめたって仕方ないか。うわ、当たり前だけど不気味だな。あれ、カメラなんてつけてたっけ？ちょいちょい、充電切れたらどうすんの？建物に入ったらまたカメラ回してね。はぁ、なんでこういう時にまたくじ引きで外れ引くんだよ。まあ、案外エレベーター明るいし大丈夫そうだな。一応これで手順は最後だけど、本当に異世界行けてたりして。んなわけないか。最近元気なさそうですね。なんか、夢見めっちゃ悪いんだよ。怖い夢ばかり見るんだよな。へぇ、そうなんですね。ホラゲーしません。いや、お前話聞いてた？まあ、今回そこまで怖くないやつだから、マリサさんも楽しむことができると思います。よ、待って、エレベーター明らかに動いてたよね。気のせいですよ。え、今回ホラゲーなんですか？ヨウムさんには伝えてませんでしたが、今日はホラーの日です。帰ってもいいですか？まあ帰ってもらって構わないですよ。夜道を歩けるなら。実質強制参加やめろ。エレベーターに入ってみたけど、特に異常はなさそうだよ。ほら、全然怖くないでしょ？怖いわ。ほんとですでに無理なんだが。めっちゃ綺麗にハモるやん。てかこれだけで怖いわ。さすがにメンタル弱すぎだろ。ホーンテッドモーション入れなさそう。タワーテラーでも気絶してそう。あれは普通に怖い定期。さっきの文字を見た感じ、ここは現実世界ではないみたいだね。ってことで次の部屋を見てみようか。え、何なんでそんな溜めるん？なんか壁にくっついているね。クリックしてみようかな。ロックと書かれたボタンを手に入れた。何のボタン？まあ、エレベーターに乗ればわかると思いますよ。てかやっぱ動いてるだろ。何なんですか？あれは。よく考えてみてください。私たち以外にもエレベーター使う人がいてもおかしくないですよね。なんか出てきましたけど。ということで、後ろに移りましょう。めちゃくちゃドア叩かれてます。切れられましても。やんだ、見たい。はい、ということでこのゲームはあの化け物に捕まらないようにここから脱出するゲームです。あんまり怖くないとは。でもよく考えてみてくださいよ。下入したらほぼ私たちです。まあ確かに当たるしかないですけど。ちなみに、これ捕まるとどうなるの？その時はもちろんあの化け物に襲われてお堕落となります。にしてはさっきから躊躇なさすぎでは。それにしても、なかなか進めませんね。ちょ、それエレベーター。あ、入れるみたいです。尊い命が犠牲になりましたが。ってことで入れ違いに入ることできたので2階の探索をしていきましょう。2階も1階と全く同じ作りみたいだね。そしてエレベーターはあの化け物がいる1階へ向かったようです。まあ、他には何もなさそうだし次の部屋に向かうことにしましょうか。呪いを消し破れ。うん、これもまた手がかりになりそうじゃないかな。というか生きてる。心停止で済んだわ。結構重症なのくさ。で、今はどうなってんだ？ちょうど2階の探索が終わったとこ。今から3階に向かう感じかな。1階からエレベーターを呼んで、化け物がいないってことは。3階は安全ってこと。あれはどうかな？不安になるからやめてもらえます？まあ大体のルールはつかめてきたみたいだね。エレベーターの動きを観察するのがすごい大切になるからね。そしてヒントなるものが、とりあえずクリックしてみますか。なんか、すごいことになってますね。エレベーターに恨みがあるんでしょうか？どういう状況？まあ、一番怪しいのはこの呪いって文字ですよね。さっき呪いを消し破れって書いてあったと思うんだけど、多分これ消せばいいのでは？そんな簡単なわけないじゃないですか。合ってるみたいですね。一応一番上に出てきた記事を読むか。つまり、今ボタンを集めてるのは異世界に行く方法を試すためか。え、そうなんですか？なんと読んでました？一番最初に壁に書いてあったことから考えるとここはすでに異世界で、現実世界へ脱出するためにエレベーターを使う必要があるみたいだね。その方法に必要なのが10階まで行くことができるエレベーターで、今は10階に行けるエレベーターを作っているっていう感じかな？そうそう、私はそれが言いたかったんですよ。今も理解してなさそう。で、追いかけられながら5階探索中だけど。あ、10階のボタンだ。これを取り付けて、異世界に行く方法を試せばいいのか？それで多分ゲームクリアになると思うんだけど。じゃあ隣失礼してと、あの心臓に負荷のかかるプレイはやめていただけますか？まずは4階に向かうと、そしたらエレベーターに乗り込んで。2階に向かう。これ上手にやらないと鉢合わせしそうですよね。絶対失敗すんなよ。そしたら今度は6階。こう、エレベーターを開ける瞬間がすごい緊張しますねこれ。不意打ちで出てくることあるし。まあ横通ってエレベーターに入ることできますし、あの顔面ドアップになるからやめてほしいんだが。あ、ここは降りられないみたい。じゃあそのまま2階のボタンか。で、10階。はぁ、いつあの化け物が出てくるかわからないのがめっちゃ怖いな。音ですごいびっくりさせてくるよね。ここまで来たら、降りないで5階。最後に1階だね。さっきのヒントによると、ここで誰か知らない女の人が乗ってくるみたい。あ、それってもしかして。
どうやらクリアみたい。どう？そこまで怖くもなかったでしょ？普通に怖かったんですけど。まあ、夏だし私的にはちょうど良かったかも。私はしばらくホラーはいいかな。昨日は怖い夢も見なかったな。多分みんなでホラゲーしたから耐性がついたのかも。やっほ、元気してた？外めっちゃ暑かった。今日は収録か？そうだね、休みも終わりだし、お盆明けだし暑いし、ホラゲー実況する？は？昨日もやってなかったか？4人で遊んだ気がするんだが。いや、私は昨日はずっとゴロゴロしてたし、というか、みんなお盆だからゆっくり過ごしてたと思うんだけど。あ、電話だ。もしもし？異世界は楽しかった？